中国の軍事費が4倍になる中、自衛隊では戦闘ヘリを全廃にするとの方向性が示されていることを知っていますか？今回は戦闘ヘリ全廃で無人機へのシフトで見えた最強へのシナリオと派を詳しく見ていきますね。パイロット一人で何機でも操縦できる。2022年12月16日、現在の日本の岸田内閣は、安全保障関連の3文書と呼ばれている、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画を閣議決定し、これらに基づく新たな防衛力の整備を進める方針を示した。これらのいわゆる安全保障関連の3文書の中では、従来、国家防衛戦略は、防衛計画の大綱と、防衛力整備計画は、中期、防衛力整備計画と呼称されていたものが、今回から名称も刷新された形であり、その点からも注目を集めた。また、これらの内容についても、2023年度分の防衛予算より、前年比で 25% 以上の増額が打ち出されており、現時点でも、2027年度分までの5年間の累計額は、およそ43兆円規模になることが判明している状態だ。2027年度分の防衛予算まで、段階的に積み増していくことで、日本の防衛予算は、対 GDP 比率で 2% に到達する計算となり、NATO 加盟国が目標値に据えている水準と同等の数値を目標に置いていることが見て取れる。こうした日本の防衛予算額は、単純な金額、対 GDP 比率ともに、太平洋戦争以後で、最大の伸びを見せていることは事実だが、今や、日本とっての最大の仮想敵国となった中国は、人口規模、経済規模から、そんな比ではなく増加させている。2023年度の中国の軍事費は、すでに、日本円換算で、30兆5400億円以上にも上っており、この金額は、優に、日本の防衛予算の4倍以上に相当し、国の経済規模から見れば、まだまだ増加させる余地を十二分に残したものだと言える。ちなみに、アメリカの2023年度の軍事費は、日本円換算でおよそ116兆円と桁違いであり、未だ、世界最強の軍事力を維持するべく、予算が投入されてはいるが、アジア太平洋地域に限定するならば、確実に中国との差は小さくなっている。そんな情勢下ではあるものの、昨年2022年に正起したロシア・ウクライナ戦争の余波から、日本でも防衛予算の増額を余儀なくされたというのが実情ではあるが、日本政府はスタンドオフ能力の向上を、最重要課題に挙げている。これは、国産の兵器であれば、現在、陸上自衛隊が配備中の1人式地対艦誘導弾を改良した、能力向上型に代表されるように、従来のおよそ 200km 弱と見さされてきた、有効射程距離を大幅に延伸する方針が示されている。1人式地対艦誘導弾の能力向上型では、最終的には、およそ 1500km にも及ぶ、射程距離の獲得が目指されており、また、南西諸島の防衛に向けた、島嶼防衛用の高速滑空弾も、同およそ 500km を超える兵器となることが見込まれている。ロシア・ウクライナ戦争における、ウクライナ軍の状況を見ても、長距離攻撃が可能な兵装を当初から、有していなかったことが、今の苦境につながっていることは明白で、ことに航空優勢を得られない状況では、その有用性が明白になっている。さて、そんな総体として見た場合、日本の防衛予算の主要な投資は、国産の長距離打撃兵器の開発と配備、そして、その不足分を、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達等でカバーする方向にあるように感じられる。
だが、当然のことながら、日本の防衛予算も有限であるため、こうした長距離打撃兵器の配備を進める傍らで、従来保有してきた兵器を廃止して、その分野を新たな兵器で代替しようとする動きも行われている。そんな動きの代表例となっているのが、陸上自衛隊が現有する回転翼機、特に攻撃型のヘリコプターを廃止するとした判断であり、前述した2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画において、それが明記された。そこでは、陸上自衛隊が保有、運用する航空戦力の体制を最適化する取り組みの一環として、これまでは基本的に師団、旅団単位で運用されてきた飛行隊を方面隊単位に再編成し、対戦車ヘリ、攻撃ヘリ、観測ヘリを全廃する方針が打ち出された。そこでは、これまで対戦車ヘリ、攻撃ヘリが担ってきた役割は、多用途で、かつ攻撃機能を有する無人航空機をもって代替し、観測ヘリも同様に偵察用の無人航空機等で代替すると記述されており、残る輸送用のヘリについては武装の強化を図るとされている。ここに廃止が告げられた具体的な回転翼機とは、対戦車ヘリ、攻撃ヘリが現在52機を有する AH-1S コブラ、同12機の AH-64D アパッチロングボウ、観測ヘリが37機を有する OH-1 の3機種のことを指している。AH-1S コブラは、1960年代に、当時のアメリカのベルヘリコプターデキストロン社によって開発された回転翼機で、陸上自衛隊では、1979年度より配備を開始し、以後、機体を現、スバル社、機関部を川崎重工業社が担当し、90機がライセンス生産された。ライセンス生産された陸上自衛隊の AH-1S コブラは、当初こそ、およそ1機あたり25億円ほどで製造されたが、後期には、調達数の低下で、およそ1機あたりは、48億円と、実に、本国アメリカの6倍以上も、高価な機体と化し、日本における兵器の国産化の課題を浮き彫りにした存在でもあった。AH-1S コブラは、2名の搭乗者が、縦に乗り込む形式であり、前が攻撃室、後ろが操縦室というレイアウトで、機首下部に、M197 機関砲、20mm バルカン砲や、胴体中央部の両側のパイロンに、BGM-71、TOW 対戦車ミサイルを搭載可能となっている。アメリカ陸軍は、この AH-1S コブラを、ベトナム戦争や湾岸戦争の実戦に投入して、一定の戦果を上げたが、前者では、戦闘によって173機を失い、運用でも109機を失うなど、少なくない損失を被ったことが報告されている。前述したように、陸上自衛隊では、今も、52機の AH-1S コブラを運用中ではあるが、2001年には、後継機として、ボーイング社の AH-64D アパッチロングボウを、現、スバル社が、ライセンス生産を行うことで対応すると決められたものだった。当初陸上自衛隊では、この AH-64D アパッチロングボウを62機調達する意向であったが、本国のアメリカで、同機の生産が終了を迎えたため、2008年には、13機で調達を打ち切ることとなり、ライセンス料等を含んだ1機あたりの単価は、実に95億円にも達した。AH-1S コブラも、本国のアメリカに比すれば、3倍から6倍もの調達コストが発生し、費用対効果が問題視された機体だったが、AH-64D アパッチロングボウは、その、さらに遥か上を行く、調達コストを記録。もはや、戦闘機並みの、
高額な装備となったといえる。最後の観測ヘリで37機を保有する OH-1 は、川崎重工業者が1990年代に開発を行った国産の機体であり、1997年に陸上自衛隊での正式採用を勝ち取り、2000年度から2010年度までに試作機を除き、34機が予算化の上で調達された。OH-1 も開発当初は250機に及ぶ大量調達を目指していたが、観測ヘリながら、その調達価格は1機当たり19億円から25億円と高コストとなったことが災いし、その実現はできずに生産を終え、ここでも防衛装備品のコスト管理の問題が顕在化した。対戦車ヘリ、攻撃ヘリの AH-1S コブラ、AH-64D アパッチロングボウが、今後これらを代替する無人航空機が選定される計画であることに対し、観測ヘリの OH-1 は、すでにアメリカのボーイング引出社の無人偵察機、スキャンイーグル2を2019年から導入している。アメリカのボーイング引出社の無人偵察機、スキャンイーグル2の導入にあたっては、日本の同社の代理店である、総費を通して契約が締結されており、1機当たりの調達価格は、およそ 2.5 億円と OH-1 に比すれば、大幅な低減が実現されている。ただ、昨今、急激に、各国で、様々な用途での導入が加速している無人航空機は、その用途や性能を限定した場合には、もっと低価格で調達することも不可能ではないと思われ、2.5 億円の価値も、絶対的に安価とは言い切れない気もする。